スワローズファンの皆さん、こんばんは。本日もスワローズの話題について見ていきましょう。本日の動画は6月8日に行われたファイターズ戦を振り返ろうと思います。当チャンネルは今シーズンで登録者1万人を目指すスワローズファンが集まるチャンネルです。スワローズファンが楽しめるように試合の感想や戦力分析などの動画をアップしています。またリアルタイムでのライブ配信やリアルイベントなどスワローズファンの方々と交流していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは本編を見ていきましょう。ここでお知らせです。この野球大学というチャンネルは今後勝ち試合のみ動画アップを予定しています。負け試合に関してはサブチャンネルで投稿予定となっていますので、概要欄からチャンネル登録をしていただけると幸いです。サブチャンネルも応援よろしくお願いします。1. 試合の振り返り。試合結果は6対3と勝利することができました。ようやく陽安、開幕投手のサイスニードが今シーズン初勝利することができました。本当に嬉しくてたまらないですね。守備では西川やオスナがファインプレーを見せたことや、サンタナのバッティングはもちろんのこと、松本のホームランは申し訳ないですが予想外だったので本当によくやってくれました。リードもバッティングも最高だったと思います。それでは投手陣から見ていきましょう。2. 投手陣まとめ。まずは先発したサイスニード。立ち上がりの初回、いきなり万波にツーベースを浴び、ピンチからのスタートとなりました。全体的にボールが高く不安もありましたが、2つの空振り三振と西川のファインプレーでこのピンチを乗り切りました。2回にもランナーを出しますが、きっちりとゼロで抑えます。3回には初回にツーベースを打たれた万波に高めのボールを仕留められ、先制となるソロホームランを浴びてしまいました。その後水谷にツーベースを浴びますが、ダラダラといかず追加点は許しませんでした。4回にもランナーの出塁を許してしまいますが、盗塁を刺しなんとか踏ん張りました。逆転をしてもらい勝ち投手の権利を得る5回にはきっちりと三者凡退で抑え、勝ち投手の権利を得ました。6回にはフォアボールでランナーを出しますが、しっかりとこのイニングを投げ切り、あとをリリーフに託します。結果6イニングを投げ、球数97球、被安打5、奪三振3つ、フォアボール1つ、1失点とゲームを作ってくれました。初回からボールが高いことが気にはなりましたが、修正と松本のリードが光りました。2番手は山本。前回同様勝ちパターンでの登板となりました。ヒットを1本浴び代打構成で攻められますが、今日の山本は問題なし、きっちりとゼロで抑えてくれました。今シーズンを通して基本塁打ゼロ、長打ゼロの安定感はさすがでした。3番手は大西。山本同様勝ちパターンでの登板となりました。先頭好調の万波にヒットと竹岡のエラーでノーアウト1塁2塁のピンチを招くと、好調の水谷とタミヤにタイムリーを浴び2失点となってしまいました。竹岡のエラーもですが、大西まてにはなんとかアウトにしたい打球がタイムリーとなってしまいました。結果的に失点がありましたが、ここまでの貢献を考えると問題なしだと思います。4番手は田口。大事なイニングへ登板となりました。先頭バッターへヒットを許しますが、さすがのピッチングでサイスニードの勝利を飾ってくれました。さすが田口というべきか、安心感が別格ですね。投手陣の総括として、何よりもサイスニードに勝ちがついたことが本当に良かったと思います。長く苦しい道のりでしたが、今日の勝利をきっかけにどんどん勝っていってほしいと思います。またリリーフ陣が本当に安定してきました。昨日は負けてしまいましたが、山本と大西の台頭組に加えて小沢の加入、田口の復活、石山の安定感、バタバタとしてしまいましたが、ようやく勝負できるメンバーが揃ったと思います。不調気味の木澤やエスパーダもイニングまたぎをこなしてくれています。ここから好不調もあると思いますが、2軍メンバーも含めて助け合っていってほしいですね。
3. 野手陣まとめ。相手投手は金村。立ち上がりの初回には3者連続三振を奪われ、圧巻のピッチングを披露されます。さらに2回、3回にもパーフェクトピッチングを見せ、嫌なムードが漂いました。しかし4回には叩きつける打球で西川が内野安打で出塁すると、村上がフォアボールで出塁し、ワンアウト1、2塁のチャンスを作り、サンタナを迎えます。そして昨日のデジャブのような打球はライススタンドへスタンドイン。逆転となるスリーランホームランを放ちました。サンタナらしいライトへ引っ張ったような強烈な打球でしたね。相変わらずストレートにめっぽう強く、昨日に引き続き最高です。5回、6回にはチャンスを作れませんでしたが、7回、金村から黒柳へスイッチ。サンタナ、山田の連続フォアボールでノーアウトのチャンスを作ると、サイスニードを好リードしていた松本が2年ぶりとなるホームランで3点を追加しました。貴重な追加点でサイスニードの勝利が大きく前進しました。松本のナイスバッティングで完全に流れがスワローズへ傾き、最高のゲーム展開となりました。キャッチャー陣は故障が多く、中村しか頼れる選手がいなかったため、松本がこうやって結果を出すと本当に大きいですし、特にバッティングで結果を出してくれるのはとても大きいですね。この調子で中村と共に投手陣を引っ張ってほしいと思います。攻撃陣の総括としてはサンタナでしょう。現状では首位打者に加えて打点王にも輝いています。本塁打は3位ですが、まだまだわからないと思うので、村上もいますが、最高のバッターがスワローズにいてくれています。この調子を維持し、スワローズの打線を引っ張っていってほしいと思います。4、総括。最下位に沈んでいるスワローズですが、首位も 5.5 ゲーム、5位とは 0.5 ゲーム差となっています。交流戦に限って言えばスワローズは3位となっています。ソフトバンク戦が残っているのがとても怖いですが、明日のファイターズにしっかり勝ち、連勝の勢いでソフトバンクへ挑みたいですね。明日はヤフーレと加藤です。ヤフーレへ援護をあげるように応援したいですね。最後までご視聴ありがとうございました。